文化はこの人に聞け。芝浦工業大学教授原田洋平が60秒で解説。去年から今年にかけて若者の間でバズった言葉は蛙化現象です。今日はその意味と使い方をぜひ覚えていってください。では原田さん、蛙化現象についての60秒解説お願いします。よっしゃ。蛙化現象、どういう意味かというと、ズバリ好きな人の些細な行動で突然気持ちが冷めることを言います。なぜ蛙化なのかというと、グリム童話のカエルの王様が由来になっています。お姫様が嫌悪感を抱いていた醜いカエルを力いっぱい壁に投げつけたら魔法が解け、カエルが立派な王子様に戻り、お姫様と結ばれたという気持ちが真逆に揺れ動く童話から派生し、男性の冷めてしまう行動がカエル化現象。そっから、流行のきっかけは TikTok や YouTube などのネット動画です。流行りそうな言葉を解説する動画があったり、流行り言葉をもとにショートドラマを作る人がいたりするんです。例を挙げますと、かっこいい男性と初デート、ウキウキした気分で向かうと、うわダサい格好で登場してきて幻滅しちゃう、これが蛙化です。さあ、蛙化現象の解説、皆さんどれくらい理解されたでしょうか。レバーを回してください。はい、どうでしょう。あ、これはもう